セクシードレスが登場。クイーンにふさわしい情熱的なコーデチュミ。このコーデに憧れている子も多いんじゃないかチュミ。エリサとユーリにも教えてあげなくちゃな。おーい、エリサ、ユーリ、もうすぐレインボーライブ10周年コラボ第3弾が始まるチュムよ。みんなこんにちは、ちゃん。先輩プリマジスタのエリサです。ユーリです。今回は9月21日から遊べるようになるレインボーライブ10周年コラボ第3弾を最速体験しちゃいます。やったー、イエーイ。もう第3弾なんだ ね。次は誰のコーデがゲットできるのかな。あ、めっちゃ気になる。楽しみ。で、早く遊んでいこう。うん、早速やってみよう。早速遊んでいくよ。レッツゴー。今日のプリマジはプリティリズムレインボーライブ10周年チャンス、イエーイ。これを選ぶと、そう、あのコーデがゲットできるかもしれまーす。楽しみ。楽しみだね。曲はギフトで遊びまーす。いいね。うん。じゃん、決定。今日のコーデは、じゃじゃーん。セブンスコーデセクシードレス。いいなー。ワンピース。わー、かわいい。特別にお先に借りちゃいました。フルコーデ？フルコーデ。いいなー。おー、真っ赤なのいいね。ねえ、あいいね、真っ赤なバラが生えてるね。ボトムスの形も花びらみたいで綺麗。ほんとだ、すごい綺麗。ねえ、キラキラしてるよ。ほんとだね。あ、片方の肩だけさ、うん、ついてて片方開いてるの、おしゃれ。おしゃれだね。フル、うん、ちゃんのかっこよさ出てるね。うん、楽しみ、うん。じゃあ早速遊ぼう。決定。スタート。わーい。セクシーなエリさんにコーデチェンジ。うん。セクシー。完成。パチパチパチ。セクシー勉強しなきゃ。うん。お、あ、ギフトいいね。何回見てもここ感動しちゃうね。うん。はい。なんか最初の始まり方が神秘的だよね。ねえ。あ、見て、やっぱキラキラが映えるね。うん。すると。おー。あー、素敵。いい。首元のキラキラもやっぱりいいね。うん。アクセのバラもね、ちょっとずつ形違うもんね。本当だね。センターの隣まで。うん。くぞー。マナマナ、お、マジック、お、チュッチ、お、セクシー。セクシーって感じ。気持ちが大人っぽいみたいな。やった。大人っぽくなれたかな。おー、やっぱこれあれだね、あのラブリードレスとさ、リオしたら絶対可愛いね。あ、いいね。第一弾の時の、うん、確かに。あとストライプのタイツも好きなんだ。あー、確かに足長く見えるね。そう、大きな後ろのリボンがちょっとキュートに見えていいね。みんなも見た、大きいリボン、ほら、うん、ほら、かわいい。二重になってんだね、ひらひら、うん、あ、ほんとだ、ね、かわいい。おー、じゃじゃーん、セクシードレス、イエイ。あー、セクシーだったね。あの足がスラッと見えるコーデ最高だね。やっぱウエストがね、キュッてなってるからスタイルアップにもなるし、うんうん、ね、ボトムスもキラキラしてたね。キラキラしてたね。お花だった。あとね、気に入ったのが、うん、首のモコモコ。あー、いいよ ね。セクシーなだけじゃなくて、ちょっとエレガントにも見えたよね、うんうん、すごい素敵なコーデだった。改めてプリティリズムレインボーライブ10周年コラボ第3弾は9月21日から遊べるようになります。今回登場するのはさっき遊んだセブンスコーデセクシードレス。第1弾でゲットできたラブリードレスとデュオするのもいいかもね。うん、きっと楽しいね。コラボ期間中は特別なプリマジプロフカードデザインやキャッチコピーも登場するよ。バラの力、うん、見てあげるんだって。出るちゃんだ。嬉しいね。みんなも絶対遊んでみてね。